新井知事はきょう新型コロナの感染急拡大に伴う自宅療養者などへの対応として新たに宿泊療養施設を確保したことを明らかにしましたまた自治体などから要望があった緊急事態宣言発出の国への要請には応じない考えを示しました県によりますと 昨日時点で3日以上自宅などで待機している自宅療養者は433人に上るということです今日の定例会見で新井知事は軽症などの感染者を対象にした宿泊療養施設として新たにスーパーホテル奈良大和郡山の80室を確保し今月10日から運用開始することを明らかにしました 宿泊療養室はこれで7施設で792室になりましたこのほか自宅療養者などの支援として買い物や医薬品の受け取りなどの生活支援体制も市町村と検討しているということですそして奈良市生駒市などから緊急事態宣言の発出を国に要請するよう求める要望書が県に提出されたことについて 原井知事は改めて飲食店の時短には効果がないとして要請はしませんと述べましたなお今後の新型コロナへの対応について県は今週金曜日に対策本部会議を開き決定したいとしています